北キプロスの国旗は白地に2本の水平線と三日月と星が赤で描かれた旗である。この旗は1984年にコンペティションによって決定されたものであるがトルコの国旗の赤と白を反転させて水平線を上下に加え対象となっている。この旗は北キプロス政府が外交代表権を持つ国で掲げられている。この旗は北キプロス政府の旗であるが民間では トルコ共和国の旗も用いられている。これは、キプロス島の残りの部分で、ギリシア共和国の旗が用いられているのと同様である。北キプロス大統領期北キプロスの大統領が使用する旗は、国旗と同じようなデザインであるが、左上部の隅に赤と黄色の星が追加されており、上部の水平線はちょうど星の直前で切られている。 また、旗の周囲の3方が黄色く縁取られている。山肌に描かれた国旗北キプロスには、北キプロスの旗とトルコの旗が山肌に描かれた場所があり、Google Earth などを通して見ることができる。ありがとうございます。